Hello everyone, this is Colin's channel. 本日は私が先日挙げた短編映画 The Start を解説していきます。こちらの映画はチーム全員で作ったんですけど、私は監督をやらせていただきました。秋に撮ったので、ね、紅葉が綺麗で気に入ってます。ストーリーをざっくりと説明すると、この女の子ケイトが離婚したお父さんの方のお家に行きます。お父さんは新しい家族ができたと発見し、写真を見ているとすごい楽しそうで、自分よりいい人生を送っている様子を見て嫉妬します。その嫉妬心もやがてはどん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 減っていき、最終的には時間を無駄にせず生きていこうみたいなポジティブのエンディングになります。なので最初の方はギクシャクしているというか、何々しくないので二人の関係にも曲がるような感じなんですけど、最後の方になるとケイトは自分のことをもうちょっとオープンに、何かの始まりっていうことで The Start っていうタイトルにしました。難しい。では早速1から最後まで解説していきます。スーツケースガラゴロしているのはお母さんの方の家から来て、さてこれでずっと会いたかった、まあ、ずっと会いたかったというか気になってた父親のところに行くぞっていう気持ちです。でここのショットすごく、まあ、綺麗に撮れてるなというだけでもなく、後ろに鏡あるのがすごく面白いなと思いました。鏡は映画の中だと自分のアイデンティティを象徴しているので、今回はまさに自分のことをもっと知る機会なので、彼女にとってはその鏡があるというのはこのストーリーと一致していて面白いなと思いました。でそのお父さんが仕事行ってくれるとかっていうところも、信頼関係はあんまり強くないっていうのを意味して、こんな感じの態度を検討をとっています。お父さんが仕事に行くと家を探検するというか、どんな家なのか知ることができて、最後にソファーで座ってテレビを見るという状態に至ります。そこでちょうどぴったりだった偶然というか、いいなと思ったのはテレビが I'm a good mother、 私はいい母親だというシーンをやっていて、このギクシャクとした家族の感じとテレビのドラマの中でのギクシャクとした感じが一致しているなと思って、テーマが合ってます。なので嬉しかったです。ここで家族写真を発見します。私の父さんになんと新しい家族ができている。下にこのあるアルバムは何なんだろう、気になるというところで、彼女はさらに写真を見て自分の父さんのことを知ろうとします。ここはクライマックスですね。知れば知るほどいろんな感情が湧き出てきます。嫉妬と悲しみと怒り。一息ついたらスーツケースを開けます。これで怒って帰っていくという印象を与えたかったんですけど、実際にはこんなに嫉妬するんじゃなくてお父さんとの関係性を良くしようっていう意思に変わります。なのでこのスーツケースを開ける意味は、本当はアンパック、ここに住むっていうか滞在するための準備として開けてます。お父さんが帰ってくるとき床にアルバムが散らばってたり、部屋に誰もいなかったりするので、あ、彼女は帰ったのかなと思いますが、自分のために料理をしてくれてましたという心温かいエンディングです。これを撮るに私たちは8時間9時間ぐらいかかりました。ケイトが部屋を探検する3つの違う部屋を通るというシークエンスがあったと思うんですけど、これもねカメラの線を見ながら彼女とカメラの距離とか歩き方とかスピードも調節していたので、そこは結構難しかったです。ちなみにこのお家は私の助監督の知り合いの綺麗なお家を貸していただきました。彼女がずっと食べ続けていたゴールドフィッシュっていう魚のお菓子があるんですけど、魚はリユニエという意味を持っていて、まさに彼女もお父さんとリユナイトする、再会するストーリーと一致するので、彼女が食べるおやつをそのゴールドフィッシュ、魚のおやつにしました。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ他の短編映画も見てみてください。チャンネル登録や高評価お願いします。 LINE、 Twitter、 Instagram もやってるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ではまたバイバイ。